こんにちは、加藤理香です。富山県薬用植物指導センターに行ってきました。アップが遅くなってしまいましたが、5月22日のお話でございます。見学は無料です。入り口近くにハーブ園がありました。天気だよ。ちょっと芍薬枯れてきておりますが、遠目からは綺麗だよ。芍薬綺麗ですよね。私は個人的になんですけれども、ちっちゃい花よりこういうでっかい花が好きですね。前から気になってる場所だったんですけれども、今年初めて行きました。見学しとられる方はやっぱりね、年齢が高い方が多かったかな。私ね、この芍薬園の中でこの花が一番好き。ビビッドでインパクトあるよね。富山県中新川郡上市町にあります。土地勘ない方はやっぱりカーナビで行った方がいいですよね。見てください、この眺め。富山県自慢の立山連峰でございます。来年はね、もうちょっと早い時期に来ようかなって思います。ボタンが咲いている頃もいいよね。